凝固系とは、出血を止めるために生体が血液を凝固させる一連の分子の作用系であり、そうして固まった血栓を溶かして分解するのが専用系である。多くの病態においてこの二つは密接に関係しているため、本校では二つをまとめて述べる。末梢の血管が収縮したり、周囲へ漏れた血液が血管を圧迫することで出血を止める。 前者の反応には結晶板から放出されるセロトニンやトロンボキサン A2 が関わっている。またプロスタグランジン A2 が局所の神経を敏感にして痛み信号を中枢神経系に送り幹部への注意を喚起する。中枢神経系は生体外の状況を勘案し抹消のさまつな損傷を放置してでもその状況から闘争か闘争かをすることが肝要と判断すれば ノルアドレナリンを分泌して、さらに抹消血管を収縮させると同時に、エンドルフィンで痛み信号を遮断して、外的状況を、闘争か闘争かによって打開することを選ぶ。血液凝固カスケード外因性ケロ、内因性ケロ個々の凝固因子には、通常の自然科学の慣例ではなく、発見順のローマ数字が使われている。これは、次々に、新しい因子が発見され、 しかも後になってそれは同じ因子の別の形態だということが判明したためである。後者の理由によりいくつかの欠番がある。ただし最初の4つはローマ数字による呼び方はあまり使われない。検査所見専用系の図。青矢印は促進因子、赤矢印は阻害因子を示す。凝固した欠平は生体にとっては異物であり。 組織の修復とともに除去されねばならない。このために存在するのが専用系である。そもそも侵襲を受けていない血管壁でも血栓の形成と専用は絶えず繰り返されており、このバランスが崩れると様々な疾患を引き起こす。多発外傷では組織因子が血液内に流入して凝固系を発動し、また排血症によるエンドトキシンなどは 炎症性メディエーターの誘導を介して、血管内被細胞の抗血小板作用を減弱させるため、身体各部で血栓が形成されて、凝固因子が消費され、ついには凝固因子の枯渇に至る。同時に血栓による循環不全を解消すべく専用系が更新する、結果、止血ができなくなる。これが、破種性血管内凝固症候群である。 陸の治療にはヘパリンを用いるが AT3 が枯渇している場合は効果がないので AT3 も同時に投与する。また、凝固因子と専用系の因子の多くはセリンプロテアーゼが進化したものであるからセリンプロテアーゼ阻害薬であるメシル酸ラハモスタットやメシル酸ガベキサートを投与する。ファーガソン JJ、エトール、セーフユーズオブプラトレット GP、IIB、 いいや、イ,インヒビターズ、ユア u ート J19 サップル D、D40 から51、1998エープリルオントレパブメド。ありがとうございます。